皆さんこんばんは。2017年1月16日月曜日、時計の針は夕方6時を回りました。今週も夕刊 TV スタートです。メインキャスターの金城玲子です。皆さんお久しぶりです。お元気でしたか？先週ですね、インフルエンザにかかりまして、なんと先週1週間は、病気ということでお休みをいただきました。そして週末に体調を整えて今週は元気に、スタートしています。夕刊 TV 今週は1週間、担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、さまざまな週末イベントなども行われたんですが、皆さんに早速こちらからご紹介いたします。2017年新年祭 in 普天間神宮ということで、 FM 読谷、そして、役員、それからパーソナリティの皆さん、またその家族の皆さんと一緒に1年に1度普天間神宮の方に新年祭として、行っております。本当にね、安全を祈願し、そして商売繁盛、そして今年1年、皆さんがね、楽しくまた素晴らしい放送ができるように、祈ってきました。またね、来年も行われますので、パーソナリティの皆さんもぜひまた来年参加されてください。以上、新年祭でした。さあ、それでは早速参りましょう。今日の一番ニュース、今日の話題です。新春の集い、読谷村商工会片やびらユンタン座が先週の金曜日13日に行われました。毎年この新春の集い、商工会の会員の皆さん、そして村民の皆さんと一緒に集うこの行事なんですけれども、名刺交換会をしたり、年に数回だけ会う方もいらっしゃれば、よくね、顔なじみの方々も多いと思うんですけれども、そういった交流の時間を作っております。それでは早速 VTR スタート。さて、輝かしい新年にあたりまして、ここに伏見村長、そして伊百町を含め多くのご来院をお迎えし、平成29年会員および村民新春の集い、片やびらユンタン座がこのように盛大に開催されますことを、心よりお喜び申し上げます。主催者を代表いたしまして、心より感謝と御礼を申し上げます。そして共に、日頃読谷村商工会への、多大なるご支援ご協力に対しまして、この場をお借りいたしまして、厚く御礼を申し上げます。さて、経済団体として気になる県内の景況ですけども、入期観光客数と、観光収入が、3年連続で過去最高を更新することなど、まさに観光リゾート産業が好調であるとともに、そしてまた、建設関連も好調に推移しているところでございます。ただ一方、小売規模、小規模事業者は人手不足や最低賃金の上昇等の対応に、対応のするため、さらなる生産性の向上や、そして、経営力向上が求められており、読谷村商工会といたしましても、小規模企業振興基本法の理念に基づきまして、国のさまざまなる支援策を最大に活用し、会員や小規模事業者に対し積極的に支援をしてまいります。さて、読谷村商工会は、今年で43年目を迎えております。読谷村には995の事業所数が確認されておりますけれども、読谷村商工会の会員数は、去年の12月末で846会員で、約 86% の加入率を取ってあります。日本一人口の多い村として、読谷村の人口増が続く中、新規会員加入事業所は毎年30件から50件の増加状況にあり、組織率を私たちは商工会存在のバロメーターとして続けており、強固として組織加重を図っているところでございます。ちなみに沖縄県の商工会の会員数は2万会員を超えており、九州地区では福岡に次ぐ会員数でございます。まさに沖縄のビジネス環境の可能性を感じるところでございます。合わせてもですね、新春の集いにご来場いただきまして誠にありがとうございます。本当に、心から感謝申し上げたいと思います。来賓をはじめ、村長をはじめ、来賓の皆様方の、ご挨拶ともども、私たちもですね、商工会会員も一緒になって、ユンタン村、
安全安心な地域と、そして経済がどんどん発展していって住みよい読谷村、そして、今日来ている皆さん方が本当に幸せになれるようですね、私たち頑張っていきたいと思っておりますので、どうか、今年も1年素晴らしい年であることを願いながらですね、今日の会は閉会したいと思います。よろしくお願いします。最後は、読谷村商工会副会長の、社長ね、中曽根の、嬉しそうな笑顔で終わりました。5本締めで。さあね、これからも、読谷村商工会、そしてね、商工会また婦人部の皆さんもそうですけども、青年部の皆さんも、またね、素晴らしいご活躍の方を期待したいと思います。以上、今日の一番ニュースでした。ゆうかん TV、琉球新報先読みコーナー。このコーナーは琉球新報の提供でお送りします。さあ、明日の地方面をご紹介していきます。お礼に来たもん、くまもん、茶谷に復興支援ということで、お礼を兼ねて、来られたようです。茶谷町美浜のカーニバルパーク美浜に11日、熊本県の PR キャラクターくまもんが訪れ、町民や観光客らと触れ合い、商工会とデポアイランド、それから茶谷町の観光協会は昨年6月に販売開始した熊本義援金 T シャツの売上金200万円をこのほど赤十字を通して熊本県に寄付いたしました。くまもんはお礼と熊本県の県産品の PR を兼ねて町を訪れました。くまもん体操を一緒に踊った商工会の会長は、復興にはまだまだ時間がかかる、今後も支援の輪を広げたいと話をしていました。直径30センチほどの町のイメージキャラクターチータンを手に、くまもんと熱い抱擁を交わした町長は、今は小さいチータンですが、くまもんに撫でてもらって大きく育ってくれると嬉しいということで笑顔で語っています。お礼に来たくまもんが踊っている姿が、ね、新聞に掲載されています。テレビやニュースなどでもくまもんが沖縄県を訪れたと、ね、掲載されておりましたけれども、ここ読谷村にもくまもんにも負けないぐらいの、キャラクターで、ね、読谷がおりますよね。この読谷も最近では本当に、県内もういろんなところでももちろんなんですけれども、県外にもさまざまなイベント PR などにも参加していますので、今後もピンク色の可愛い豚ちゃんを見かけたら読谷村だというふうに皆さんにイメージしていただければと思います。さあ、私たちも引き続きね、また熊本の情報なども含めながらご紹介をしていきたいと思います。さあ、続いての話題です。 S マラソン開拓魂継ぐ、大宜味村の話題をご紹介いたします。大宜味村で第37回新春マラソンの大会が行われ、組約30人が沿道の太鼓の応援を受けながらアップダウンの激しい3キロの山道を走ったと新聞に載っています。さあ、子どもたちも含め、親子連れ、さまざまな方々が、マラソン大会で参加されたということで、今週末は、昨日も第8回美ら島、ありましたよね、マラソン大会が。はい、そしてね、ここ読谷村でもマラソン大会、あ、そう、美ら島センチュリーランね、駆け抜ける女村の方でも行われておりましたが、読谷村でも行われてました。後ほどまた皆さんにご紹介をしていきたいと思います。やはりね、新春このマラソン大会をするというのは、とてもなんかね、気持ちがいいのかもしれません。そして今年1年、まあ、皆さんが健康でありますようにという、そういう願いを込めて走るというのもいいのかもしれませんね。そして、ロードレース290人が汗、泣き人村の方で第39回泣き人村新春ロードレース大会が開催され、村内外から290人が参加したと掲載されています。どの新聞の内容もこういったね、マラソンの姿が掲載されていますので気持ちがいいですよね。最後の話題です。荒城さん家族アニメ姿で完走、海洋博トリムマラソン、アニメ映画の人気キャラクターの衣装でファミリーエンジョイコースをに参加した荒城さんファミリーが 3.5 キロコース、一番小さいお子さんで5歳
ということなんですけれどもね、一緒に家族みんなで走り切ったと新聞に掲載されています。完走後に、皆さんからねご褒美でもらった、このバナナを手に満面の笑みを浮かべていたということで、家族でこういうねマラソン大会に出場できるというのも素晴らしいことかもしれません。ぜひまたね、さまざまなイベントが読谷村の方でも開催されますので、今年はぜひファミリーで参加してみるのもいいかもしれません。以上、琉球新報先読みコーナーをお届けしました。このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。ゆうかん TV、 ゆうかんよみラジ。さあ今日の話題です。おすすめ食事どころ、外食やクジラの話題です。さあ今日読谷村ね、寒波が押し寄せてきているということで、読谷村の上空もすごくね本当にどんよりとした冬空となっています。まあ、少しずつね、晴れ間が見えて、いつもの快晴な空が見えることを期待したいものですね。さあそんな中、心を温めてくれるそんな美味しいお食事どころをご紹介いたします。 VTR スタート。皆さんこんにちは。今日はですね、読谷村の残波岬に向かう途中にありますおしゃれなイタリアンのお店にお邪魔しています。それでは自己紹介お願いいたします。外食やクジラのオーナー落合博樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クジラのランチですね。うちのランチは808円で、提供させていただいてるんですけども、日替わりのスパゲティ3品もしくはリゾット、カレーから一つ選んでいただいて、スープがついてサラダ、チキン、パンから2つ選んでいただいてワンセットになってます。そちらを808円で提供させていただいてます。ちなみに税込みです。すごいすごい安い価格で販売してますよね。大丈夫なんですか？大丈夫は大丈夫なんですけどそれより、まあ、スパゲティとかに関してはボリュームも結構あるんで、うん、男性でも結構足りる量な感じでは、まあ、本当に食べたい人は大盛りしていただくと倍は 1.5 倍今日入ってるんで、うん、足りるかなと思いますね。大盛りも選択できるということで、はい、素敵ですね。100円かかっちゃうんですけどね。でもね、この私も先ほど実はいただいたんですけれども、本当に美味しいパスタだ。本当にあれも全部スープとかも含めて880円はちょっとびっくり価格なんですけれども、はい、よければこのお店のこだわりやなんか教えていただいてもいいですか？そうですね、こだわりというわけではないんですけども、基本的にソースであったりするものは全部自家製で作らせていただいてます。既製品はあんま使うのが好きじゃないので、あとは、まあ、ピザの生地にしても、まあ、そうですね、作らせ、あとはこだわりというわけではないんですけど、僕がね子供を連れて行くお店を作りたいなと思って、まあ、自分が行きたいお店を作っただけなんですけど、沖縄に来た時に、まあ見た通り泣いちゃなんですけど沖縄に来た時になかなか子供を連れて食事に行くところを探すのが大変だったので、まあ子供を連れて来れるような座敷を作ったりとか、まあおむつ台作ったりとか、そういうものも含めてのスパゲティの量なんですよ。子供に分けても多分お母さん足りるよねっていう、そういう意図が含まれてたんですね。気づかなかった。でもすごいほっこりするお話ありがとうございます。はい、それではこの会社がクジラさんの、場所をもう一度お伺いしてもいいですか？そうですね、6号線からずっと恩納村に向かっていっていただいて、残波岬入り口を入ってきていただいて500メーターぐらい行った右側っていう500メーターぐらい右側ということで、ランチの営業時間をお伺いしてもいいですか？11時から5時までランチタイムになってますね。実は5時以降もやってるんですよね？そうですね、夜もやってます、うん、ただ11時から要はクローズなしでずっと通して10時クローズ、ただランチタイムが、5時までっていうことになってますね。定休日いつかお伺いしていいですか？定休日水曜日。はい、わかりました。ということで、水曜日以外は営業しているということで、お昼も夜も楽しい外食やクジラさんに、本当に赤身でかなえも食べたんですけど本当に美味しかったので、皆さんぜひ遊びに来ていただけたらと思います。最後に一言、聞いている方にいただけますか？時間もランチ時間もすごく長くとってて、3時以降とかやってるお店もちょっと少ないと思うんですけど、うちはずっとやってるんでよかったら逆にゆっくりしたい方とかはその時間はすごくゆっくりできると思いますので、よかったら残波岬方面なかなか来ない方もいると思うんですけど、ちょっと足を運んできてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では外食やクジラさんの落合さんからお話いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、
とっても美味しそうな、ね、パスタが出てましたよね。ランチで880円というのはお手軽な値段かと思います。また観光客の皆さんもぜひ、ね、夜のディナーなども行われているということで、外食やクジラさん、ぜひ一度行ってみてください。観光情報番組読谷ラジオは毎朝9時、紫村サテライトスタジオから生放送でお届けいたします。明日もお楽しみに。You can't be meFM 読谷インフォメーション。さあ今日の話題です。琉球ランタンフェスティバル FM 読谷でもチケット発売中の話題です。ご紹介いたします。さあ12月からスタートしております読谷夜明かり琉球ランタンフェスティバル、2月の26日の夕暮れまで、行われるんですけれども、なんと FM 読谷の方で前売券500円で販売しています。ちょっとねプレゼントしたりするのもいいんじゃないのかなと思いますので、ぜひ皆さん前売り券 FM 読谷で販売していますのでお買い求めください。また電話でも受付しております。 958-7860 までお問い合わせください。さあ続いての話題です。第7回新美智映画祭作品募集のお知らせです。さあ今年もやってまいりました。今回で第7回目を迎える新美智映画祭、ただいまエントリー作品を募集しています。あなたの持っている結婚式映像余興を10分以内の DVD にまとめ FM 読谷まで、お持ちいただくか、もしくはご郵送ください。数多くのエントリー作品の中から選ばれた上位10作品が予選会場にて上映されます。予選は3月4日土曜日、ここ読谷村地域振興センター1階で開催されます。予選はね無料、本選は美味しいお食事をいただきながら残波岬ロイヤルホテルで、皆さんと一緒に本選を見ていただくようなシステムとなっています。さあ2月の7日まで DVD の映像余興は募集しますので、ぜひ詳しいお問い合わせは電話番号 098-958-7862 新美智映画祭実行委員会までお問い合わせください。以上 FM 読谷インフォメーションでした。You can see me!続いてはとことん読谷知っとこ読谷のコーナーです。さあ最初の話題はイベント情報から。今日ご紹介する内容はこちらからです。それぞれのゴールを目指して読谷村新春トリムマラソン。さあ今日琉球新報でもね、さまざまな地域でマラソン大会が行われたようです。さあ縁起担ぎというのもあるんですけれども、さあ昨日ね風が強かったんですが、沖縄残波岬の方でね、行われておりました新春トリムマラソン取材に行ってまいりましたので、こちらをご覧ください。 VTR スタート。さあ昨日1月15日の日曜日ですが、開会式9時スタートということで、開会式の後子どもたちが一斉にスタートしました。家族職場の仲間たちと一緒に参加する体力づくり健康づくりの一環として新春トリムマラソンが行われました。こんにちは、読谷村教育委員会障害学習課の山内正直と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。年明け最初の行事になります。でそれぞれ、まあ、チーム学校で、もうスタートはしてるんですけど、新春みんなで、走ってこの1年、元気に体力つけてまたこの1年頑張っていこうということで、新春トリムマラソンと小学生の駅伝大会を開催しています。月小学と小学校ミニバスケットボール部です。来年も頑張るぞ。はい、じゃあ自己紹介します。僕たちは読谷小学校に所属しています、読谷ジャイアンツです。イエーイ。毎年参加しています。前回の成績は何番でしたっけ？3位です。はい、今回はなんと1位。なので優勝って、せーの、優勝。努力はそうですね、努力しました。はい、野球はね頑張ったら足も速くなった感じです。はい、よし、じゃあ行くぞ。読谷ジャイアンツ来年は2連覇するぞ。もう何が楽しかったか、監督さんですかね、とっても
面白い方も人生を楽しんでいる感じがしますけれどもね、それに本当に付き合っている子どもたちがまた可愛かったですね。はい、今日は新春ドリームマラソンを皆さんに取材の模様をご紹介いたしました。さあ続いてです、被爆ピアノ平和コンサートの話題をご紹介いたします。さあこの被爆ピアノコンサートなんですけれども、昨日ここ読谷村1階地域振興センターで行われました。その様子を皆さんにお写真を交えてご紹介いたします。広島の原爆で被爆したピアノによる平和コンサート、今年にこちら読谷村1階地域振興センターの方で開催されました。72年前に広島の原爆で生き残ったピアノが奏でる平和コンサート、戦争の悲惨さ、平和の尊さを語り継ぐ機会として多くの方がご参加いただきました。また村内の古源中学校、読谷中学校の皆さん、そしてですね、広島から船で運んできたこの被爆ピアノ、この被爆ピアノでしか味わえない音色というものをですね、調律師の矢川さんがこのトラックに乗せてはるばるこの沖縄まで運んできてくれました。2007年に初めてここ読谷村で開催された平和コンサート、この平和のバトンを皆さんにつないでいただこうということで今年も開催されました。多くの皆さんが感動されたということで、昨年は村内の小学校中学校でも平和コンサートが行われました。この素晴らしいコンサート、そしてこの平和のバトンを子どもたちにも、そして後世にも残していきたいものです。さあ続いて今日は皆さんにご紹介する内容はこちら、行政情報です。さあ今日ご紹介する内容はこちらです。役場からのお知らせ、無料法律相談が1月18日に開催されます。ご紹介していきます。弁護士による無料法律相談、意外とこの法律専門的なことというのは皆さん悩みを抱えている方多いと思います。1月の18日の水曜日午後1時30分から午後4時30分まで読谷村役場3階にて行われます。当日受付となっておりますので、詳しいお問い合わせは読谷村役場生活環境課 098-982-9214 までお願いいたします。以上、行政情報をご紹介いたしました。このコーナーでは皆さんからの動画メッセージ、自治会情報、イベント情報、さまざまな情報をお寄せください。 FM 数字の786 @ FM よみたん .co.jp 以上、とことんよみとん、しっとこよみたんでした。ゆうかん TV、 忘れない、よみたん夜あかりプロジェクト。さあ皆さんに12月からご紹介しています、読谷夜あかりプロジェクト、今日ご紹介する内容はこちら、スタンプラリー参加店舗ハッピータッピーの話題をご紹介いたします。さあ読谷村商工会に加入している皆さんたち、このスタンプラリーなんと118店舗、それをねできる限り皆さんにこのコーナーでご紹介していきます。 VTR スタート。はい、タピオカ専門店ハッピータッピーの店長の竹本です。よろしくお願いします。当店の商品は、マルゲリータとタピオカドリンクショップ、340円のタピオカドリンクのセットです。で、マルゲリータは、24センチから5センチのもちもちの生地の上にトマトソースとバジルとモッツァレラチーズがたくさん乗ってます。で、ドリンクの方は21種類の中からお好きな商品を選べます。でもちろんタピオカ入りです。なるほど。では、対象商品を買われたお客様っていうのは、前より増えた形でしょうか？そうですね、この、商品スタンプラリーっていう形で参加させてもらってるにあたって、結構お客様、買ってくださるお客様が多いです。なるほど、効果が出てる証拠ですね。はい、では、最後に、これからもですね、あと1ヶ月半ぐらい続くんですが、それに向けて、ちょっと PR の方お願いいたします。はい、だんだん寒くなってきたのでホットドリンクもこちらタピオカ、もちろんタピオカ入りで出させてもらってるんですけれども、またそちらもぜひ飲みに来てください。お願いします。はい、それでは営業時間お願いします。11時半から夕方6時までで、火曜日が定休日になっております。
はい、では火曜日定休ということで、まあそれ以外のね、あの曜日に来ていただきたいと思います。それでは本日大気おすすめフェアスタンプラリーの参加店舗ハピタピさんからお伝えしました。はい、美味しそうでしたね。皆さんぜひね、ここ読谷村地域振興センター1階にありますハピタピさん、ぜひ、行ってピザ召し上がってみてくださいね。以上、読谷夜明かりでした。ゆかん TV、 さあお届けしておりますゆかん TV、 続いては読谷交通情報です。国道58号レオンカメラの様子です。さあ帰宅ラッシュの時間となりますので、皆さんね、安全に走行してくださいね。さあ続いてはラジオでも放送しています。平日朝7時30分、夕方は5時45分からお届けしています。以上、読谷交通情報でした。ゆかん TV、 みんなのお天気希望。さあ今日はみんなのお天気希望、どなたでしょうね。結構これがね、楽しみという方々が最近増えているので、もし参加したい方はぜひ FM 読谷までいらっしゃってくださいね。さあ早速 VTR スタート。はい、皆さんこんにちは。読谷大きい居酒屋ハリウンのスタッフをしております竹原正信と言います。明日の天気はですね、晴れでお願いします。その理由はハリウンという意味が内縄口で晴れだからです。皆さんの心もハリウン道、ハリウン道ってね、 FM 読谷の CM でも結構ねおなじみじゃないのかなと思います。ぜひハリウンさんの方も一度行かれてみてくださいね。さあ続いては天気予報です。本日夕方5時、沖縄気象台発表天気予報、まず天気概況からです。沖縄本島地方の沿岸の海域では明日未明にかけて波の高い状態が続く見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してください。さあ続いて沖縄本島中南部のお天気です。北の風やや強く、後北東の風やや強く曇り、ところにより夜の初め頃までは雨が降るそうです。波は 2.5メートル、船舶の方十分お気をつけください。さあ続いて今夜から明日のお天気です。今夜は曇り、明日は曇りのち晴れとなっています。少し今日よりは気温が高くなるようです。お洗濯物も干してくださいね。最後に読谷村に出ている注意報警報、現在波浪乾燥注意報が出ています。十分お気をつけください。以上、天気予報でした。ゆかん TV、 さあお届けしてまいりましたゆかん TV、また明日この時間にお会いいたしましょう。それでは皆さん、また明日。プレゼンティッドバイウィンズ池原建設。涙がこぼれた日も、間違いただせずいた日も、光を灯せば聞こえ